はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきますか。続き、スーパー縛りプレイ、パート5。パート5なんですけど、なんだっけ今自分の動画の、その、何ですか、コメントっていうか、あれ、概要欄見てるんだけど、丸1、丸2、丸3のあの感じがなんかちょっと2と3がちょっと違うな、まあ、いいか。野生のポケモン倒すの禁止、強そうなポケモン使うの禁止、ポケモン預けるの禁止、ショップ禁止、ボールとスプレーと石と自販機必要な分だけあり、ポケセン系の全回復系禁止、セーブは取った後あり。ね。一応ここまでありにしてるのか。おー、なるほどね。うん。2週間ぶりです。気持ちが入ってない。でも、一応ね、こっからスタートっていうのは、前回からずっと言ってることなんで、こっからね、行きたいと思います。間違ってポケモンセンター入らんよ、せやな。これだけはね、ほんと、いろんな縛りプレイをやって、倍速で速攻で、ポケモンセンターに入るっていうね、状況ね、あったりするからな。ポケモンセンター入るのはいいんだよ。ポケモンセンターで回復するのがなし。これなんだっけ？あ、バブル光線か。まだ僕さしないんか。バブル光線はどんな感じ？あ、ピクシーね。うん。全然覚えてないんだよね。で、無臭気スプレー系はね、めんどくさいからありみたいなね。で、モンスターボールも捕まらんやった時が冷めるから面白くないからありにしてるんだよな。で、能力はどんな感じ？風起こしが8回、砂かけが7回、電光石火2回と。うん、これね、ちゃんとね、歌う？うん、はたくが1回、歌うが8回、水鉄砲が5回、メガトンパン。そう、これ忘れさせるかどうかを吟味するのが難しいんだよな。結局、PP リカバーとかがあるから、それでなんとかなるっちゃなるんだよな。ボロボロやん、不思議そう。どうしたお前。お前、あと耐えたり1回と宿り、あ、そう、宿り気の種が回復になるんか。で、次、出てくるのがマンキーで、あいつが、なんか空手チョップの急所技をね、やってくるんだよな。え、でもこれ技なくない？あ、でもとりあえずポッポでいいんか。とりあえずポッポでいいよね。よし。まあ、倍速使いながらやっていこう。はい。じゃ、マンキーね。こいつがね、睨みつけるとかをガンガンやってくれたらいいんだけど、電光石火とりあえず打ってみる？あ、そんだけしか食らわないんだ。あ、じゃあ一回あれだったな。あ、やべあ、やべ、いや、砂かけ一回。あ、やべちょっと雑になってる。最初、いや、このマンキーやべ、やばいんだ。やっぱりこのマンキーやばいんだ。水鉄砲どんだけ食らうの。やっぱこのマンキーやべえんだな。だけど、やべえところでセーブするのありだな。いや、これやばくない？いや、これやべえから、こっからスタートは何回でもできるから、ここのマンキーマジでガチでやべえから、ガチやばマンキーだから、このマンキーはちょっと、あれだ。なんで相手が早かったり、こっちが早かったりするんだろう。同速かな？ここのマンキーはマジで本当にやばいから、砂かけ、うわ、で、こいつのさ、マンキーのさ、素早さとポッポの素早さ多分、あ、電光石火。電光石火であれしてんのか。じゃあ砂かけ一回やって、で、これピクシーに変えよう。ちょっと暗いすぎる。うん、急所絶対当てるからな。んで、水鉄砲。うわ、ここどうしたらいいんだろう。このマンキー超強いじゃん。睨みつける枕はないね。水鉄砲を、水鉄砲はなくしてバブル光線に変えるのは全然ありなんだよな。引っかく、で、ここははたく、で、突破。これさ、前回のさ、最後の方でさ、まあ最後の方っつっても、なんかパート4はいろいろくっつけちゃったからあれだけど、まあ最後の方は確かなんか、マンキー一回ちょっと戦ってみるかっつって、なんか、
かくとか睨みつけるとかで結局空手チョップ全然使わんで倒して、なんだこのマンキー超弱えじゃんで終わったと思うんだけど、結構やべえな、結構ボロボロで、こいつ何出すんだっけ覚えてねえな。アーボとコラッタとかかな。コラッタ嫌なんだよな。アーボは電光石火かな。一回電光石火打って、うわーそんだけか。毒針は16からの6肩越し6しか食らってない。はい、うーん毒針6 6 6、よし、これ風起こしでいいと思うけど、一応電光石火もう全部使い切っちゃって一回これで変えるか。198しかもない。でズバットか。でズバットはピクシーに変えて、いやすでに結構ギリギリだな。でトランセル回復、宿り木回復がちょっとできないからな今のところ。てかもう技ねえな、これ大丈夫なんか、技ねえぞ。もうしょっぱなギリギリなんですけど、噛みつくからの20からの5、ゴミ鉄砲はたくのが食らうんかな。よし、ギリギリいったな、高乱数引いたな。やべえな、すでにやべえんだけど、やべえ。でここ電磁波取って、回復ないんだよな。で PP だとかまだあるんだっけ。あ、まだもうないか、一個もないか。あれ、なんかどっかで捉えたっけ、俺覚えてんだよな。あー、ここ水鉄砲どうする。水鉄砲まだあるよね。水鉄砲はまだ一回あるよね。じゃあ水鉄砲、ここの水鉄砲一回、ここ絶対、ここ絶対ワーク一匹しか出ないから、絶対一発、一回しか出ないから、これね。あ、間違えた、あ、間違えた、何し俺。やばい。間違えた。あ、タイトル。さあ。攻撃力パッポー。で、これ水鉄砲で4倍だから絶対死ぬ。うん、絶対死ぬね。で、左上の PP 系を取りたいんで、ここで水鉄砲を忘れさせてバブル光線に変えて、バブル光線に変えて、これゆっくりやろうか。水鉄砲を変えて、でバブル光線にして、で、こいつ、戦おう。ピクシーにはして、うわぁ、ワンチャン死ぬかな、回復しとこっか、一応。回復あったっけ、回復ないんか。回復ないんか、終わってんな。クリアできる。え、もう詰んだ、回復ないんか。え、ここのバブルコースいる、バブル構成ないわ。ここいらねえんじゃないかな。いや、これいけるんじゃない、このまま行く。ミニスカートは何が出てくる、ニードラン押す12。やば、え、どっかで宿り木の種で回復できんかな。睨みつける。まあ、バブル光線。まあ、睨みつけるぐらいなら、あ、レベル22。ニードランメス。まあ、バブル光線。お、一発。で、次のやつは、下から行った方がいいか。下から行って、こいつ何出してくるんだろう。あ、全弾石つぶてやなかったっけ、こいつら。全部石つぶてだから、全部バブル光線で。いいんじゃないか、多分いいだろう。あ、腕力。でも、レベル、13。まあ、バブル光線しかないから、バブル光線で行って。そっか、霞戦とかやった後やからな。霞戦とライバル戦やった後やから、もうボロボロなんか。で、通り過ぎて。で、こいつ。こいつ何出すんだろう。こいつは確か、わ、風起こし使えたらな。こいつなんだっけ、謎の草とか出してくれんだったっけ。謎の草は宿り木の種効かねえから意味ねえんだよな。
何体 ?3 体もおるんか。3体レベル13めっちゃ低いけど。効果今一つなんだよな。じゃあ歌って眠らしてポッポを出すか。歌うやん。で、眠ってる。で、ポッポを出す。グーグー眠って。うわ、空飛ぶ思いとったらな。で、風起こしかな。これで半分は食らうかな。半分いかん？いや、全然いかん。よし、眠ってる。じゃあ、風起こしやって、どう？うーわ。いや、吸い取る3しか食らうのじゃないか？砂かけ一回やった方がよかったか？え、スイーツは全然効かんと思うんだよな。序盤2。ほらね。俺効かないと思ったんだよ。不思議な雨でな。いや、技とか全部回復するやんね。全然苦労しないんだけどな。レベル17。ポッポか。まあ、ポッポやったらバブル光線打てるもんな。打てるけど、電光石火されたらダメなんだよな。風起こしとか砂かけとかを選んでくれて、こっちが先に攻撃して、バブル光線ちゃんと打てるとかだったらいいんだけどね。よし、5。どうでも。よし、倒した、よかった。電光石火もう一回取ったらやばかったな。で、謎の草。で、この謎の草がまたやべえんだよな。結果歌って、よし、よかった。まあ、でも、あれだからな、吸い取るあんまり効かねえからな。あれ、ポッポレベル？あ、そっか、レベル上がって HP があれしたんか。じゃあ一回砂かけして、一回砂かけした後の風起こし。一応な。あー、でもレベル上がったけ倒せたな。砂かけ一回もったいなかったけどしょうがないか。よし。んでよ。んで、ここのやつを取る。PP エイドあると思ったんだよ。で、バブル光線、PP エイドは確か全体回復だったから、バブル光線あと1回か。で、回復の薬あるの知ってっから、あそこの、あの、岩の、あいつを、山男を倒したところの奥に、PP エイドあるの知ってっから、けど先に回復欲しいから、あ、でも回復の薬あるところあるのは知ってんだけど、その前にあれだ、ロケット弾一匹倒さなきゃいけんのよ。うわ、ロケット弾無理か。この奥にロケット弾倒すやつがいるんだけど、 HP その足りんな。どうしよう。あと9しかないんだよな。一発歌う当てたらね、問題はないんだろうけど、その一発がきついんだよな。どうしよう、次のやつどうする。不思議そうな PP ドを使う。鳴き声とかいらんのよな。我慢使う？鳴き声忘れさせて我慢使う？我慢使って催眠、じゃあでもダメージ食らってああだこうだなって、で結局死んだりしたら嫌やもんな。どうしよう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。次どうしよっかな。回復ないの痛いな。回復の薬ピクシーに使ったらあとピクシーゲームになるんだけどな。なんか、ライバル戦と霞戦行ったら、あと楽になるんじゃないかなと思ったんだけど、そんなことはないな。超きついな。超絶きついな。まあでも結局回復があれだから、どっかトランセル出らんかな。あと9か。いや、行くしかない。とりあえず行くしかないよな。まあ、うわぁ、今取りすぎれるんかと思ったやん、一瞬。あ、マジで？あざすとか思ったら。やっぱダメだよな。やっぱ通りすがれないよな。何体？2だよね。
スリープと、まあ、ワンリキーとスリープか。ワンリキーが、いや、ペクシー一回これ死んでもいいかな。バブル光線で一発倒せるか、急所か、いや、あんましないよね。あ、カラトシ絶対死んだ。絶対死んだな。そりゃ死ぬわ。素早さ下がってるから、ポッポの風起こし2回。あ、風起こしもないんか。終わったな。じゃ、砂かけ一発与えて、ポッポは死んでいいかな、もう別に。ポッポは別に死んでよくて、で、不思議そうで、で、耐えた一回やりーの。うわぁ、全然やな。あ、急所当たらんやったな。急所当たらんときあるんだよな。うわぁ、ダメだな。PP8 どっかで使った方がいいんかな。やっぱここだな。回復どっかないかな。ピクシー。PP8 はやっぱ先に使ったらいいよな。メガトンパンチやっぱ覚えさ、回復させた方がいいよね、やっぱ。よし。そしたら、まあ、マンキーはとりあえずここでボコして、砂かき一回やって、で、ポッポ、よし。外れて、水鉄砲、トン。水鉄砲ポン。で、もう一回水鉄砲トン。よし。いいぞ。今の最高の感じだったな。で、次、アーボと、アーボとなんだっけ覚えてない。ワニキやったっけ。これ砂かき一発与えて、で、風起こしで、なんとか。お、急所いいね。お、急所いいね。二回急所。あ、ズバットか。まあ、ズバットはゴミだから、風起こしでよくて、もうポッポ全部技使い切ってもいいんだよな。んで、電磁波取って、んで、ピクシーの水鉄砲が残りに、で、変えて、で、ここは水鉄砲で一旦ぶち殺して、水鉄砲倒して、で、バブル光線、ここミドランを押す。ニドラン、ニドランメスだもんな。ポッポー、ポッポーでいけるか。ポッポーでいけそうやな。ポッポーでいけるか。ポッポーでいって、ポッポーでいきたいけど、水鉄砲一回使いたいんだよな。風起こし使って急所よう当たるな。まあ、風起こしかな。風起こし、風起こし、風起こしかな。で、次のやつは水鉄砲とハタクで倒せない。ハタク1回分あったよね、確か。ハタクは確か1回分あったはず。ハタク1回あるよね。で、水鉄砲使って、で、ハタク1回使って倒して、よし。で、バルブ光線覚えさせて、で、次、バブル光線こっちね。ピクシー、水鉄砲ポンして、バブル光線にして、んで、変えて、ここ間違えたらダメだからな。で、前段バブル光線で倒していく。はい。変えずに。うわ、なんか覚えたらいいんだけど、ピクシー何も覚えないからな。こればっかりはな、しょうがないもんな。一回進化しちゃうと、石で進化したポケモンは技覚えないっていうのがね、あるからな。で、これ倒して、オッケー。んで、で、謎の草か。あ、ポッポー、電光石火は2回。あー、ここポッポーのが良かったんかな。ないもんな、技が。まあ、バブル光線でいっか。一回眠らせる？いや、ポッポー、電光石火2回で倒せるんじゃないかな。いけらず、電光石火2回で。電光石火2回、トン。
うん、倒せんやった。全然倒せんやった。あー、倒せんな。じゃあ、ここ一回砂掛けやって。うわー、これね。不思議な目使えたらいいんやけどな。んで、まあ、バブル光線かな。バブル光線2回でいけるんじゃないか。バブル光線2回やって、で、次ポップを出るだろう。バブル光線打って、一発で死ぬ。で、ここでどうしよっかな。バブル光線でゴリ押すかな。ゴリ押すかな。うん、バブル光線2回あるし。で、3回、4回で倒せれば。で、PPA で使って、メガドンパンチを覚えさせて、ワンリキーとスリープをぶち殺していくっていう感じでいいかな。よし。結構早く、早めに戻ったんじゃないか。で、ピクシーに、PPA とか。あれ ?PPA だか。まあ、メガトンパンチ回復させて、んで、こいつ離して、まあ、こいつはゴミだから、もう、はいはいはい、いけいけいけ。んで、回復、ピクシー回復させればなんとかなる。なんとかなる。すげえなんとかなりそうな気がする。でサンタアヌーゴも全然覚えてないからな。何がどこにあるかさっぱり覚えてないから、これは攻略サイト見ながらやっていくんだけど、これで、ピクシーに変えて、で、これメガドンパンチで倒して、これ外したりすると、結構痛い。結構痛いんです。で、ワンデキーは素早さそんなに速くねえから、空手チョップしても、まあ、ワンチャン、外すんよな、結構。ワンチャン、急所じゃない。急所。もう、メガトンパンチ、当ててくれることを祈るしかない。これは祈るしかない。で、スリープ。次がメガドンパンチ。一発、よし。よーし。抜けた。ここまで抜けたらいいよ。で、穴を掘る覚えるだろ。穴を掘る誰が覚えるんだっけ。できれば攻撃力高いやつが覚えてほしいところなんだけど。穴を掘るは誰が覚える？誰も覚えねえのか。穴を掘る誰も覚えねえのか。マチスのところの、あそこ、ダグドリオ。ダグドリオは謹慎しようかなと思ってます。でも、ディグダはあり。ダグドリオは禁止だけど、ディグダはあり。ちょっとポケモンちょっと調べるか。なんか、その辺の、やつで、なんかねえかな。ちなみに、あ、PPA で上がるんか、あそこのところ。俺が言った、ワンディキーやらを、結局取り行った方がいいな。あ、取り行ったらいいなと思うけど、あれか、回復、HP ないんか。あと10か。あと10はちょっと微妙な。ちょっと回復させたいな。ちょっと回復させたいけど、お、回復できる？もしかして。ちょっと待てよ。ちょっと待って、お兄さん。すごいいいの。あれ？トランセル出てくる？もしかして。どっかトランセル出てくるぞ。待って。あった。そこ、トランセル出てくんの？マジで？もうすぐ行く。全然行く。あ、そこトランセル出てくるんだ。じゃあ、不思議そうを上にして、ここトランセルが出てくるらしい。左下のとこは出てこないけど、ここ出てくるらしい 4%。これ出てくるのは全然使うけど。全然使いますよ。あ、来てるー。しかもレベル9だっけ。調べよう。レベル 9？ 俺調べてるのレベル7って書いてるけど、ミスってるな、これ。じゃあ回復しますか。あと5回。じゃあこれ PPA だとか不思議そうとかにつく。うわー、マジか、もったいないな。回復はどん 2？
あ、1か。HP ちょっと低めのトランセルか。でもピクシーに変えて。やっぱ1なんかな。もうちょっと回復してほしいんだけどな。やっぱ1か。いやー、やっぱ1なんか、じゃあカットします。いやー、そして逃げる。コクーンレベル7とトランスルレベル9が出るっぽいですね。そしたら、ピクシーのメガトンパンチとかバブル光線とかで倒していきますかね。ポッポーは技ないんだっけ？技ないのか。技なしポッポーだね。よし、ここね。まあ、でも空を飛ぶとかがもうそろそろ展示すると思うし、他のポケモンとかもどんどん使えるようになるから、カビゴンとかもね強いから禁止なんだけど、ベトベターとかはね使っていきたいね。あそこのレベル437か42か、あれは使いたいね。メガトンパンチ、当たんねえんだよな。よし、空手ショップが急所じゃなくてよかった。ワンリキはな、スピードはねえから。282結構もらったんだ。お、石つぶていいね。石つぶてとワンリキなんだな。いわく1匹でもよかったんだ。バブル5000、はい、バブル5000で、のしかかりとかサンタンヌーゴで取れるから、あそこら辺もねちょっと攻略サイト見ながらやっていきたいところ。レベル24OKOK。てか不思議層が進化すれば技覚えたりするやん。それでね、どんどんやっていきたいところではあるんだけど、他のポケモンも捕まえた時に技の回数が増えていくわけだから、まあ、そこら辺もねちょっと頑張っていきたいところ。で、回復の薬が、ここにあるの知ってんだよな。あー、ポケモン交換とかできたらいいよね。ニドランメスを持ってる。私のニドラン押すとゴミゴミかよ。で、ここの回復の薬が1個と、あとどこだっけ。あー、ここ、こうずーっと行ったところのこの辺、もうちょい上だな。あとスペシャルアップ、スペシャルアップ、スペシャルアップ、特殊が増えるんかな。まあ全然使っていくわけだけど、いつ使えばいいかわかんねえんだよな。落とし物が多いんですよねって2つしかなかったけど。で、次のヤバムキシティのところは特に何もないかな。この分、あ、分、そういうことが。この次のね2体戦うところ結構ね、ノーマルポケモンが強いんだよな。敵出てくるな、ニャス。腹急所そうなな、ニャス。腹が急所そうなニャス。めちゃくちゃ言いづらいな。で、これで一応回復の薬あるし、まあ、メガトンパンチ、メガトンパンチあと5回か、やばいね。で、ポップは技ない、不思議層も技ないんだよな。技なさすぎだろ。大丈夫か、これ。で、この2人結構強いんだよね。ポップ、この電光石火系ポッポなんだよな、こいつら。でもバブル光線で一発で倒せるかな。特殊低いからいける。うわ、いけないのか。あんま風起こし。うわ、でも次電光石火とか嫌やな。よし、よかった。下のやつさ、コラッタとか出ないんだっけ。ラッタかな、コラッタかな。ラッタとかやべんだよな。でポッポ一発で今倒せんやったかな。メガトンパンチかな。のしかかり、のしかかりがあるからな。のしかかりはピクシーで絶対覚えた方がいいかな。ノーマルタイプだからポッポね。まあメガトンパンチだよな。電光石火が27か5。よし、誰捕まえよっかな。やっぱディグダがいいよな、普通に考えて。ディグダだよな。右のここのポケモンとか何出てくるかちょっと調べるか。待って、5番通路って誰が出てくるんやろ。さっきの、預かり屋系のやつね。ポッポレベル15とか出てくるんだ。マジかよ、今、俺のポッポレベル15とか16なんだけど。でもしょうがないよな。マンキーレベル16が出てくるな。
まあ、でもそこは厳選したけど、厳選するとしても14のやつかな。これ鬼スズメガトンパンチでいっか。あー、マンキーが出るのか。5番通路、6番通路は6番通路ここ、あ、そう、6番通路はここか。6番通路がマンキーのところね。で、山吹シティの右のところ、アーボ、鬼スズメ、スリープが出てくるんか。スリープレベル15が最大か。あ、で、ラッタ出てくるんだよね、ここな。メガドンパンチ、うわ、電光石火、ラッタの電光石火やべえんじゃね。22から14。8。よし、一撃かよ。で、ここで間違って話、こうやって話してるときに、倍速で、ポケモンセンター行っちゃうっていうね。うん、止めよう。スリープがレベル15か。微妙だな。花田シティか岩山トンネル行くところのところは、うん、アーボが17、鬼スズメが17。中盤通路の岩山トンネルの前の草むら、ビリビ玉がレベル17とかか。クチバシティ、クチバシティは何も出ないと。サントアヌーゴ、うわ、サントアヌーゴ、これ全部、全部見える。うわ、PPA だとか、あ、マンタの薬とかある。スーパーボール、うわ、PP リカバーもある。あ、不思議な目もある。あ、やばい、ここ天国だ。サントアヌーゴ天国やぞ。最高じゃないか。これ絶対行かなきゃんな。ディグナの穴ね。ディグダレベル一番高いやつな。レベル、ディグダの一番レベル高いやつレベル22か。なるほどね。まあ、そこまで厳選したくないから、レベル20以上のディグダを厳選しよう。レベル20、21、22で出てくるから、こいつら一匹捕まえようかな。これはいい。これはあり。これはありにする。岩山トンネルのポケモンは、イワークとか出てくるんだ。絶対使わんけどね。絶対使わん。ワンリキはね、ダメだな。ワンリキ出てくるけど、ワンリキは強くないからな。シオンタウンのさ、ゴーストとかどうする？ゴースト。8番通路のポケモン結構強いんだよな。ガーディ使ってみる？絶対ガーディとかゴミか。さ、そんなことはどうでもよくて、とりあえず厳選するか。そしたら、ディグダ捕まえるか、レベル20からのやつ捕まえよう。レベル20。ジャージ、絶対嫌。あ、っていうか、逃げれん可能性があるの、たまに。まあ大丈夫か。まあここ抜けて、ちょっとあれだな。俺、ケイシー探してるんだ。君持ってたらバリアードと交換しよう。バリアード使ってみる？バリアード強いかな？バリアードどうなんだ？バリアードどう？みんな。どう？みんなって言ってもあれか。バリアードどうなんだ？バリアードって強いんかな？バリアード？バリアードは、ケイシーと交換してもらうところで、人を信じ込ませるのがうまい。パントマイムで作った壁が本当に現れるという。それすごいな。そんな説明が書いてる。念力バリアー。ん？念力、光の壁、往復ビンタ、ヨガのポーズ、身代わり、ゴミ。念力はいいけど。あ、でも覚える技めちゃくちゃ多いな。メガトンパンチ、メガトンキック。のしかかり突進、捨て身タックル、破壊光線、地獄車、カウンター、地球投げ、怒り、そう。空ビュー、10万ボルト、いっぱいボール！ 10 万ボルト、あー、でも、冷凍ビームとか吹雪とか覚えないんだ。
いや、ちょっと弱いか。やったらユンゲラー使ったがいいよな。特殊100だしな。ちなみにケイシーはレベル16で進化したら、ユンゲラーあれだよな、最高キネス年力自己再生覚えるんか。うわー、これどうする。ユンゲラーバリアードは絶対いらん。ユンゲラー育てる、自己再生めっちゃいいよね。自己再生めっちゃいいよな。自己再生のやつ、ディグではとりあえずでも捕まえるか。マチス勝てる。レベル22。うわ、これダメージ食らいたくないな。歌う。泣きよし。寝ろ寝ろ寝ろ行く、なんぼ6。うわ、これ一回で捕まえてほしい。スーパーボール買えばよかったな。なんでモンスターボールにしちゃったんだ。スーパーボールとか、うん、使いたい放題買いまくったらよかったな。でも一発でも一発。ディグダはあり。地中の浅いところを移動、掘り進んだ後は地面が盛り上がったのですぐわかると。イエー。これもマチスすぐ倒す、逆に。あ、これさ、ディグダ上にして、たまに起きねえかな。そんなことないよ。たまに逃げれんで、たまに起きてくれたらラッキーなんだけど、そんなことないか。たまに起きてくんねえかな。わ、めちゃくちゃ出てくるな。死ぬほど出てくるな。間違ってこいそうだ。うわあ、すげえ出てくるやん。よし。あ、穴を掘る、覚えるポケモンとかいいかもな。てか、ここなんか出てくる。絶対ちゃんと調べるわ。適当ではやんねえからな。なんかあるぞ。なんかある。ここ?え、ここなんかある?え?ここになんかある?え、嘘?え、嘘や。え、ここになんかあるの?え、なんかハテナ書いてんだけど。いや、これはさすがに嘘か。あ!PP リカバー。波乗り乗った後か。うわ、うざ。ここの上の右。上の右。一歩右上。ここにあるんだ。マジか。あー、で、一番、こっちの、なんだ、草むらのところの一番右のところにハテナあるけど、あれ、穴抜けの紐だから別にいいかなーって感じかなー。あ?民家?鬼スズメ捕まえればよかったー。鬼スズメのが、これ俺、鬼スズメ持っとうとカモネギとこが、うわ、しかもこれね、青番ならポップをカモネギにしてくれる。うわ、青番にすればよかったー。青番ならポップをカモネギにしてくれるんだ。マジかよ。うわ、マジかよ。ちなみに11番通路はトランスルとか出ないんだ。ディグダとりあえず目覚めさせないといけないかな。とりあえず3番に兄が行こうか。
うわー、これ青番だったらポッポとニスズメ交換できとったんか。ポッポと、カモネギを交換できとったんか。HP はとりあえずあるし、PP エイド、HP 全然ねえじゃん。PP リカバー、あるよね。回復の薬。一回トランセル回復するかな。トランセル回復いこうかな。不思議層が、こんな感じか。あと3回。いや、ディグだ、ディグだ。穴掘るもう覚えてんだ。うん、なるほどね。穴掘る覚えてんのか。とりあえず起こす？どうやって起こす？いや、とりあえず起こすか。とりあえず起こそう。とりあえず起こします。あ、待って。これさ、穴を掘るした場合どこに行くん？一番最初に戻るんかな？とんでもねえな。いや、危ねえな。歩いていこう。よーし。そしたらピクシー、ちょっと不思議な、ん？不思議な？宿り木の種で、ちょっと回復して、ディグダーも目覚めさせて、ここからサントアニンゴに行こうかなと思います。ここの上のやつ取ったよね、ちゃんと。ちゃんと取ったよね。よし、ちゃんと取ったね。よし、じゃあ取り行きますか、サントアニンゴ。行ってどうする？行って、とりあえずのしかかりとかを取っていくような形なんだけど、その前に、あれだ。ちょっとアイテム預けていこう。ちょっと慎重に行って。アイテム預けよう。アイテム預けんとね。これアイテムが満帆で取れませんでしたが、一番最悪だから。これ預けるものもちゃんと考えないといけないというね。穴抜けの紐もいらない。もう売っちゃってもいいぐらい。で、モンスターボールはとりあえずいらない。で、玉金もいらない。電磁波もとりあえずいらんかな。まだ。まだいらんかな。で、フルのチケットいる。穴掘るもとりあえずいらんかな。で、PPA だは一応持っておいて、ま、スペシャルアップいらんかな。で、回復薬一応持っておいて、ま、こんな感じかな。あ、ちょっと待って、他になんか預けたのあるかな。引き出す。傷薬1個預けたんや、俺。なんで？あ、俺最初の、傷薬取ってないわ。最初の傷薬取ってないわ、俺。一番最初の。ってないか、うん、そしたらなんとかなっとったんだよ。傷薬1個持っとこう。なんか使うかもしんねえから。よし、OK。じゃあ、サントアヌーゴ行くところの前で、今回終わりにしよっか。今回終わりにしよっかって言ってもセーブできないんだけどね。セーブできないから別のところにセーブしよう。0があれだから、8ぐらい。0はあれだもんな。一応8、今セーブしたね。セーブしたかどうか怖いよね。じゃあ一応ここで、ああ、ちゃんとね、ここね。ちゃんとここと、で、8でセーブしたね。8でロードして、ちゃんとロード。よし。で、こっからね、よし。で、こっからやっていこうと。もちろん死んだら、0のセーブのところからね、マンキーのところからやっていく感じやけどな。